エミルスパヒッチは、ユーゴスラビアドゥブロブニク出身の元サッカー選手。クロアチア人の父とボスニア人の母を持ち、5歳下の弟アレンもサッカー選手としてプレーした。いとこのエディンジェコもサッカー選手であり、エースローマに所属している。クロアチアの NK ザグレブから、ロシアの FC ロコモティフモスクワ、FC トルペドモスクワ、新肉やロスラブリといったクラブに所属した。 2009年6月24日、2009から10シーズンよりリーグアンに昇格したモンペリ HSC に加入。リーグデビュー戦となったパリ・サンジェルマン FC 戦では94分に得点を挙げ、1対1の引き分けでクラブは昇格後初の勝ち点を獲得した。その後も守備のようとして活躍し、空中戦にも強さを見せた。2010年1月、 クラブはスパヒッチとの契約を2014年6月まで延長した。2011年7月4日、スペインのセビージャ FC と3年契約を結んだ。移籍金は200万ユーロ。2013年2月26日に、ロシアプレミアリーグの FC アンジマ8からにレンタル移籍することが決まった。2013年6月、バイエルレバー,クーゼンへ2年契約で完全移籍。 2015年4月8日に行われた DFB ポカールの FC バイエルンミュンヘン戦後にスタジアムの警備員に対しての障害事件を起こして検察の捜査対象となりこの事件が原因で4月12日にレバー空前との契約を解除された2015年7月5日ハンブルガー SV と2016年6月までの1年契約で移籍 また、スパヒッチは現在ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の首相を務めている。スパヒッチの代表戦での初ゴールは2006年2月28日、ドイツドルトムントのベストファーレンスタディオンで行われた日本代表戦だった。2014年8月に代表引退を表明したが、10月に復帰した。ありがとうございます。